クイーンメリー2の左舷、フリーダム・オブ・ザ・シーズの右舷とは、船の側面のことである。船べり、船端とも言う。選手に向かって、右側の弦を右舷と言い、左側の弦を左舷と言う。右舷、左舷という読み方は、日本海軍、海上自衛隊において、聞き間違いを防ぐために使われているものである。英語では右舷を、 スターボード、左舷をポートという。船は進行方向が他の船に分かるようにするために、左舷に赤色、右舷に緑色の航行灯を点灯する。監修的に、船は左舷側で接岸し、搭乗口は左舷に設けられることが多い。船では右舷が定石であり左舷は下座になる。船長は階段でも右舷側を使い、 船長室も右舷側にあるのが普通である。また、戦争の番号も右舷側から一番が始まる。これらの事項は航空機にも準用され、機種に向かって左側の側面を左舷、右側を右玄という。それぞれの主翼の先端に左舷側は赤、右舷側は緑の航空塔を設置する。搭乗口は左舷側に設けられることが多い。 256年頃のアフリカ族集で作られた大理石のレリーフに刻まれた船を操縦する人。右舷に火事会が描かれているスターボードという言葉はコノルド語のスタイライト、ボースに基づくコエ語のスティアーボードから来ている。これは初期の船の操舵方法に由来する。現在のような船の中心線上に火事が取り付けられるより以前、船の操舵は カジカイによって行われていた。カジカイは線尾にいる小木手によって操作されるが、左利きよりも右利きの人の方が多いため、右利きの小木手が操作しやすいようにカジカイは右辺に設置された。ポートという言葉は、接眼時にカジカイが邪魔にならないよう下、下げを桟橋や岸壁につけたことに由来する。イギリスではもともと下げをラーボードといった。 中英語のレイードボードが16世紀にスターボードに引きずられる形でラーボードに転化した。特に風の中で叫ぶ時などラーボードはスターボードと聞き間違えやすいため他国と同じポートに置き換えられた。ラーボードという言葉は1850年代の捕鯨船ではまだ使われていたが、その頃商船ではすでにポートにとって変わられていた。 イギリス海軍では1844年まで左舷をポートということを公式には許容していなかった。チャールズ・ダーウィンが乗船したホブ船、ビーグルの艦長ロバート・フィッツロイが船員にラーボードの代わりにポートを使うよう教えたという。いかなる船も絶対的な優先進行権は持っていない。あるのは進路を保つか進路を譲るかである。 船の優先進行権と弦の航行等2隻の船が互いに接近し衝突する恐れがある場合を考える。通常は進行方向に対して左側の船が進路を譲る。右側の船からは相手の右辺が見え、左側の船からは相手の左辺が見える。緑島が見える船は進路を保ち、後島が見える船は進路を譲る決まりになっている。 ただしこれは原則であり、例えば小舟と動力船の進路が交差する場合は、動力船の方が進路を譲る。動力船同士でも、どちらかの船の操船能力に制限がある場合は、そうでない方が進路を譲る。小舟同士の場合は、左舷に風を受けている船が進路を譲る。すなわち、緑島が見えているからといって、 進んでも問題ないということが保証されているわけではない。初期の鉄道信号は会場でのこの原則に従って停止、注意、進行が赤、緑、白であった。後に現在のような赤、黄、緑になった。ありがとうございます。